日本大阪府池田市栄町栄町は大阪府池田市にある地名である。定番を持たない単独町名である。郵便番号は563-0056 56である。当地域の人口は2017年12月末時点で832人である。面積は2018年3月末時点で0.050平方キロメートルである。池田市の西部に位置する。北は 堺本町と接しており、東は大和町、菅原町と接している。南は増見町、五福町、室町と接しており、西は月の木町と接している。南端部に阪急電鉄宝塚本線池田駅がある。月の木町との境の一部を国道176号が通っている。大和町との境を大阪府道9号美濃池田線が通っている。 池田駅前交差点から北へ伸びる、栄町通り線のうち、同交差点から当地域の北端までの範囲に、商店街、栄町一番街が展開しており、駅と商店街を、歩道橋が結んでいる。当地域は、池田市立池田小学校及び、池田市立池田中学校の校区に含まれる。1910年、大阪から池田を経て宝塚までの間に、 身の終わりまで気き軌道が開通され、1932年、大阪から池田までの間に不動が開通されると、商店街が池田駅の周辺に形成され、駅の北側の当地域も繁栄してきたことが、地名の由来になったとされる。栄町一番街1944年4月、町名変更が行われ、田中町の大部分が栄町一丁目。 林口町の全域と田中町の一部が、栄町二丁目となる。1949年7月、北雪自由市場が開設される。1970年3月1日、栄町一丁目、二丁目に、五福町一丁目、室町一番町から三番町、大和町、月野木町の各一部が編入され、新たに栄町が制定された。1987年、 境町一番街にカラー補装が完成される。1990年、風雨にはためく衣をかたどったモニュメント、五福の里が池田駅前に完成される。1998年、野の鳥一号店が開店される。2009年4月10日、大山市が開院される。2010年6月、関西大学及び関西学院大学の学生によって運営される。 カンカンカラーズ、チャレンジショップが商店街の中に開設される。2017年2月、時光社が菅原町から移転し開店される。2018年2月17日、大阪池田ゲストインフォメーションが開設される。2019年11月16日、銀座に志川阪急池田店が開店される。ありがとうございます。